どうも中島です。今日の動画はブログ差別化戦略というテーマでお話をしていきます。ブログをやる上で一番重要なのがこの差別化戦略です。僕が新しいブログを立ち上げるときに一番悩むのもこの競合との差別化です。ブログで失敗する人の多くはこの差別化戦略を全く考えていません。断言しますが差別化戦略を全く考えていないブログは間違いなく失敗します。だからブログで稼ぎたいと思うなら必死で競合との差別化を考えてください。 今回の内容は今までの講義動画の中でもトップクラスに重要な内容です。今日の話はブログ収益化を目指していることが前提です。なのでブログ収益化を目的としていないのであれば差別化戦略は考えなくて OK です。では早速解説していきます。Web 業界に転職したい安倍が Web 業界で働く中時に Web 業界のリアルな雰囲気を聞く TV です。差別化戦略がないブログは間違いなく失敗します。ほとんどの人がやっているブログ運営の例です。 英語を勉強しているから英語関連のブログをやろう。これだと絶対にダメです。なぜならすでに同じような英語ブログは山ほどあるからです。15年前の今よりブログの数がまだまだ少なかった時代ならこれでも良かったです。書籍などで学んでいたものがネットで読めるだけでも価値がありました。しかし今では英語関連のブログは何十万とあります。その中で誰が自分のブログを読みに来てくれるのか。 そこには差別化戦略が絶対に必要です。差別化戦略がなければ誰にも存在を知られずに終わってしまいます。僕も競合との差別化はブログをやる上で一番考えます。自分の作るブログは競合と何が違うのかを明確にしてください。稼ぐためには差別化戦略が絶対必要今はどんなジャンルでもすでにたくさんの競合がいます。競合と同じようなブログを今からやっても競合に勝つことは難しいです。 ここで英語関連のブログの競合はブログだけじゃないことに注意をしたいです。本とか英語教材とか英会話教室も競合になります。例えば英語学習法を発信しているブログの運営者にいつも聞くことがあります。それは本の内容で十分じゃないのっていうことです。書籍で英語を勉強するのは一般的なことなので書籍との差別化も考えなければいけません。 ほとんどの場合、書籍の英語学習方法の方が質が高いことが多いです。図解があったりして読みやすくなっている。著者も英語関連の著名人であることも多いです。本と比較した時に自分のブログを求める人がいるのか確かに SEO で上位表示できればアクセスは来ます。ただ、差別化ができていないと SEO で上位表示することもできません。ブログ以外の競合のことも考えることは重要です。読者がどうやって自分のブログにたどり着いたのか 読者は何を求めているのかをしっかり考えてください。何を発信するかではなく、誰が発信しているかが重要だという意見もあります。確かにこれはその通りです。同じ情報でも、この人から教えてもらいたいということは多いです。もし発信者で差別化するのであれば、読者のファン化が必須になります。一番わかりやすい指標は SNS のフォロワー数などです。自分のフォロワーが増えていなければ、ファン化ができていないということです。 つまり、あなたから教えてもらいたいという人が増やせていません。そうなると、発信内容だけで Google にも読者にも評価をされます。誰が発信しているかを重視するのであれば SN、SNS 戦略が重要になります。SNS でののファン獲得も一つの戦略 3C 分析は戦略を考えるためのフレームワークです。3C 分析では、顧客、競合、自社の3つの視点から分析します。 自分のブログをどう差別化していいか分からなければ 3C 分析をすると考えやすくなります。3C 分析の詳細を解説すると長くなるので、ここでは概要だけ簡単に解説します。顧客分析では誰がどんな悩みを抱えているのか、どんな解決策を探しているのか、まずは市場と顧客のことが分からないと何も考えることができません。 誰からも求められていない差別化戦略を考えても意味がないです。市場や顧客のことは検索エンジン、SNS、Yahoo! チェ袋クを使って調べてください。例えば英語ならリスニング、英会話、トーイックなどの関連キーワードで調べます。ターゲットがいろんな悩み、不満、目標を持っていることがわかるはずです。自社分析では自分の強みは何かを考えます。 自分ができることでしか差別化はできません。これまで自分のやってきたことや経験を書き出します。ここでは強みではない自分の弱みも書き出すのが重要です。それは一見弱みに見えることも強みになることがあるからです。まずは深く考えず思いついたものはどんどん書き出すのがコツです。自分の強みを把握した上で何ならユーザーに価値のある形で差別化できるかを考えます。市場分析でもやったように全く需要のない差別化をしても意味がないので注意をしてください。 競合分析では競合の強みや弱みを分析します。競合のことがわからないと差別化は考えることができません。自分が取り組むジャンルの人気ブログを3つから5つ分析します。ここで競合がどういうブログを作っているのかをしっかり分析してください。例えば運営者の実績、専門性、わかりやすさ、コンセプト、ターゲットなどです。どう差別化していいかわからない時もとにかく競合を分析します。競合がどうやって他と差別化しているのかを分析すると勉強になります。 ここでは自分が取り組むジャンルのブログだけではなく、他のジャンルのブログも見ることをお勧めします。差別化戦略はジャンルを超えて使えることも多いです。別ジャンルの差別化を自分のブログに適用することもできるので、ぜひ試してください。競合をを研究して自分の強みを知るここからは具体的にブログ差別化の例を解説します。今回解説するのは差別化戦略の一例です。3C 分析をやったようにどう差別化するかはケースバイケースです。 強みや弱みも人やジャンルによって全く違うので差別化に正解はありません。あくまで今回解説するものはブログ差別化の例として参考程度に考えてください。ジャンルと実績を掛け合わせるのは差別化の王道パターンです。例えばブログノウハウと元 ASP の中の人の掛け合わせ。これは仕事などの経験をもとにブログを立ち上げる場合にはよく使われます。 例えば、元ドコモショップ店員の教える格安スマホなどもよくある例です。僕も YouTube をこのパターンで差別化しています。2005年から15年間アフィリエイトをやっている経験。さらに ASP と広告代理店での勤務経験。そういう経験や実績があるからこそ話せる内容を解説しています。これは、ここ数年でブログとかアフィリエイトを始めた人にはできないことです。実績と掛け合わせて差別化。 付加価値をつけて差別化しているパターンも多いです。付加価値の例は次のようなものです。複雑なものをどこよりもわかりやすく解説する。無料で個別サポートをしてくれる。付加価値をつける場合は自分でコンセプトを崩壊させないように注意してください。例えば、どこよりもわかりやすいを強みにするなら、どこよりもわかりやすくないとダメです。わかりやすいをコンセプトにしているけど、実際にはわかりにくいブログもたくさんあります。 わかりやすいブログという言葉だけじゃなく図解とか動画なども使ってわかりやすくなるように工夫してください。ブログの差別化では運営者の個性を押し出すことも多いです。ブログ運営者のファンになってもらうことでこの人から教えてもらいたいと思ってもらいます。運営者のキャラクターを押し出すなら SNS との連動が必須です。ジャンルによって Twitter、Facebook、Instagram、YouTube などを使い分けるといいです。これはフォロワーが増えていかない限りは成立しません。 なので、運営者の個性で差別化するのであれば、フォロワーを増やせるような SNS 戦略が重要になります。スキルとの掛け合わせは差別化の王道です。例えば、保険ブログ ×Web デザイン。デザインが得意なら、見た目とか図解で差別化します。もし喋るのが得意なら、記事中に動画とか音声を使います。 これは自己満足じゃなく、きち,ちんと読者ニーズに合わせたものを用意してください。例えば、記事内容を音声にしても、読者に求められなければ意味がないです。なので、しっかり読者ニーズを把握した上で差別化を考えてください。ストーリーとの掛け合わせも差別化の王道です。ストーリーは読者のファン化にもつながります。例えば、次の2つのブログ。1つ目が、特に理由もなく英語学習ノウハウを発信しているブログ。 二つ目が海外移住のためにトーイック200点の人がトーイック900点を目指すブログ。この二つのブログであれば、後者のブログの方が読みたいと思う人が多いはずです。ストーリーには人を引きつける力があります。この場合も同時に SNS 戦略も考えていくとうまくいく可能性があります。参考までに僕が運営しているアフィリノートの差別化戦略も解説します。アフィリノートはブログとかアフィリエイトノウハウを発信しているブログです。 このブログノウハウの情報発信しているブログっていうのは昔からたくさんありました。なので何も考えずにアフィリエイトとはアフィリエイトの始め方みたいなことを解説しても誰にも読まれないと考えました。僕の強みは2つです。1つ目が2005年から15年間アフィリエイトをやっている経験。2つ目が ASP とか広告代理店で働いていた経験。これだけの強みを持って同じ情報発信ブログをしている人はまずいません。これらの強みをもとに僕は他では読めない記事を書き続けました。 さらに、アフィリノートでは SEO ではなく SNS からの集客を狙いました。検索エンジンのことは無視して、他では読めない面白い内容にこだわって記事を書きました。読者が SNS で言及してくれるテーマを最優先に考えました。SEO と SNS のどちらを狙うかで記事の書き方は大きく変わります。その結果、アフィリノートの記事は SNS で拡散してもらうことができて、SEO にも強いブログになりました。 今だから言えることですが、アフィリノートは解説4ヶ月後には月100万円を超えていました。差別化戦略あってこその成功ですね。アフィリノートの記事は他では読めない内容が多いです。もちろん、アフィリエイトとか SEO 対策の基礎的なことは差別化できません。でも、ノウハウ記事に関しては他とは圧倒的に違うことを書いています。僕が他とは違うと断言できる理由があります。僕はアフィリノートの記事を書くときは何も見ずに書きます。 記事を書くためにリサーチをすることもないです。記事の書き方、リード文の書き方、サイト設計、キーワード選定など、僕が自分で言語化したものだから他とは絶対に違うものになります。もちろん他と似た部分もあるかもしれないけど、それはあくまでごく一部です。自分の頭で考えたことが他の人と全部同じになるということはありえないです。もちろんアフィリノートと同じようなことを他のジャンルでもやろうと思えば、経験とか実績が必要になります。 しかし、ブログでは言うまでもなく、この経験とか実績は重要です。僕には経験や実績があったから、アフィリノートはそこで差別化をしました。もし僕に経験や実績がなければ、別の差別化を考えていました。とはいえ、アフィリエイトの経験と実績がなければ、アフィリノートをやることはありませんでした。ブログをやる上で差別化戦略は超重要です。ただ、最初から完璧な差別化を目指す必要はないです。 もちろん最初から完璧に競合との差別化ができるならそれが一番いいです。ただ差別化は初心者がそんなに簡単にできることではないです。とはいえさっきから言っているように差別化戦略は絶対に考えないとダメです。差別化戦略なしにブログを始めることは無謀です。自分のブログは他と比べてここが決定的に違うポイントです。これがすぐに言えればとりあえず OK です。企業などのマーケティングではこの差別化戦略をすごく考えてから動き出します。 それは差別化戦略に失敗すると何千万円とか何億円の損失が出るからです。でもブログはそんなことはありません。差別化戦略で失敗してもまたやり直せばいいです。途中でもっといい差別化戦略を思いつけば方向性を変えることもできます。差別化戦略は絶対に考えるべきですが最初から完璧な差別化は目指さなくていいです。ブログの戦略はすぐに変えられる。 今日はブログ差別化戦略を解説してきました。僕も競合との差別化はブログをやるときに一番考えます。差別化戦略がないブログは絶対に失敗します。差別化戦略がなければ誰にも知られずに終わってしまいます。自分の作るブログは競合と何が違うのかを明確にします。3C 分析は戦略を考えるためのフレームワークです。市場顧客分析、競合分析、自社分析をやった上で差別化戦略を考えると考えやすくなります。差別化の基本は掛け合わせです。 いろんな掛け合わせでのブログ差別化戦略を紹介しました。最初はブログノウハウと元 ASP の中の人のように実績と掛け合わせるパターンです。ジャンルと実績を掛け合わせるのは差別化の王道です。アフィリノートとかこの YouTube は僕の経験と実績で差別化をしています。個別サポートなどの付加価値との掛け合わせもやりやすいです。付加価値をつけるときに自分でコンセプトを崩壊させないように注意してください。 日本一わかりやすいブログを目指すのであれば、日本一わかりやすくなるような工夫が必要です。運営者の個性と掛け合わせると固定ファンを獲得できます。運営者のキャラを押し出すのであれば、SNS との連動は必須です。少なくともフォロワーが増えていかなければ成功はしません。なので、フォロワーを増やすための SNS 戦略が重要になります。スキルとの掛け合わせは差別化の王道です。デザインが得意であれば、見た目とか図解で差別化をします。 これは自己満足ではなく、きちんと読者のニーズに合わせたものを考えてください。ストーリーには人を引きつける力があります。海外移住のために遠いく200点から900点を目指すブログ。こういうふうにブログにストーリーを持たせると差別化ができます。複数のものを掛け合わせるとさらに差別化できます。例えば実績、スキル、ストーリーなど複数のものを掛け合わせられるならやった方がいいです。最初から完璧な差別化は目指さなくて OK です。 自分のブログは競合と比べて、ここが決定的に違うポイントです。これがすぐに言えればとりあえず OK です。ブログをやる上で差別化戦略は最重要と言ってもいいポイントです。あなたのブログが競合と決定的に違うポイントはどこですか今、この質問に瞬時に答えられない人は失敗する可能性が高いです。競合との差別化を全く考えていなかった人は、この機会に差別化戦略を真剣に考えてみてください。では今日の解説は以上です。 今日のアベメモです。市場、顧客、自社、競合を分析して自分の差別化ポイントを知る。実績、付加価値、運営者、スキル、ストーリーと掛け合わせて差別化する。稼ぐためには差別化戦略を必ず考えよう。 最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいです。この動画に関する質問はコメント欄で受け付けているのでお気軽にコメントしてください。コメントは参考になったのような一言のコメントでもすごく嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているのでぜひチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。